写真拡大。阪神 DeNA、11日、甲子園球場。午後5時過ぎに雨が降り出した。甲子園は内野部分にシートを、球場には試合開始を遅らせて行う予定ですのアナウンスが流れ、来場したファンは雨がっぱを着込んだり、傘を開いたりして各自の席で待っていた。雨足が弱まり始めたのは午後6時前。完全に雨が止むと同時に阪神園芸の大勢のスタッフが登場すると、場内のファンから拍手が沸き起こった。さらに巨大シートがスタッフ袖でまくられると、雨水を回避した土のグラウンドが登場。すると再び拍手が起こった。そして6時45分開始予定のアナウンスが流れると、一段大きな拍手が起こった。このまま午後6時予定だった開始を遅らせて試合が行われる方向。開幕ダッシュこそ失敗した阪神だが、現在4連勝中とチームの勢いが出てきている。雨で水を差されないためにも、秋のさらなる過密日程を回避するためにも、中止にはしたくない一戦。神整備によって、このままプレーボールを迎えることができそうだ。